川さんの普通の原始の攻めが勝機能しましたね。さあちょっと差が開いてきてしまった7対4西川さん3本有利ということで、そろそろデコイさんも取り返していきたいが、いきなり中盤に大 K が入るというのはなかなか珍しいですね。投げて、さあここでダメージを取りたいが雷撃襲が入る、遅らせ投げ、緊中 K はさすがにガードする。ここですね、ここで投げをグラップするが現役人、おっと大足が入りましたね。これは安く済んだ。さあ置き攻め鉄弾は相当凶悪ですよね。あれ中今西川さん EX2 章出したんですけど、おっと鉄弾突っ込んできましたけど、お互い様子見、ちょっとどうするか。あーっと確認してる。そう、あの EX2 章パチンって音聞こえたんですけどね。ちょっと聞こえたね、確かさあ、お大達が入る、しゃがん昇竜ってんのかな、表裏どっちでもいいように、うん、下、そうですね、下は下ガチガチ昇竜ってやると表裏はどっちでも出てくれるので、あそこはで有利なところですけど、でダブルアップして6割減って、あれうまいですね西川さん、さっきから途中までガードして最後しゃがんで隠らしてよ。そう、ユーも似たような、ユンガは大体確かマイナー5なんだけど、はいはいはい、最後スカルット多分余裕を持っていけるし、あの距離離れちゃうからハゲちょっとしにくいんだよ。そうですね、あと最後までしゃがみっぱにしてると、あの裏に行っちゃうことがあるんで、はいはい、あるね、で裏から蹴られちゃうってことがあるんで、あれはいい反撃ですね。対策できてると。さあここでデコイ